今モンジロ君がね、セイコーマート、セイコーマートって言ってるから何かなと思ったら、今日は24日はカツオ祭りの日でした。カツオをね、買うと一本ね、飲み物がもらえるということで、私ね、すっかり忘れていました。今日はね、カツオ祭りということで、今ね、カツオを買ってきました。でね、明日は25日の5度つけ日でね、お得の日ということで、さすがモンジロ君、モンジロ君がね、セイコーマートに行こう行こうって言ってたのが分かりました。ただね、今日ちょっとこれなんですよ、ユータロゴのねバイクで来ちゃいましたんで、荷物いっぱい買っちゃったんですけども、ちょっと困りましたね。どうやって積むかなと思って今考えてます。皆さんはね、カツオ祭りもカツオは買ったでしょうか。飲み物がねもらえます。今ねちょっと鍵をね開けまして、昔のねセイコーマートの袋が入っています。今日はねカツ丼祭りで買うと、こちらね、総顕微茶がもらえます。今日もらわなくてもね、券をもらえるので、その期間中でしたらね、総顕微茶もらえます。それからね、今日シーフードマカロニサラダを買いました。その他にですね、もう一品、キュウリのね蒸し鶏バンバンジーということで、こちらもね買いました。あと明日の朝ね、いつも私パン食べてるんですけど、間違えて買っちゃったです。でチキンカレーということで、なんかスパイシーということで、ちょっと辛そうですね。キクチャンネルさんでしたら食べられるかもしれませんが、私はちょっとねこの辛いスパイシーのやつはねちょっと苦手です。あと新内登場ということでね、ちょっとお待ちください。画面がねちょっとずれちゃってごめんなさい、画面がちょっとずれちゃってます。じゃあね、ちょっとスマホで撮ってるもんですから申し訳ありません。はい、新内登場ということで、はい、カツオ祭りということでね、大盛りカツオを買ってきました。こちらではね556円、定価がねちょうど消費税込めて600円という形になってます。明日はね、5のつく日ということで、モンジロ君がね、明日はいくらチャージしようかなと言ってました。モンジロ君はね、お金持ちなので、ペコマカードね、いっぱいにしとかないと気が済まないそうです。北海道の方とね、関東の方では、そのね、還元率が変わってきます。何回もね、私の動画で取り上げてるんですけども、関東はね、こんな感じです。5のつく日はね、お得の日ということで、3% ね、5000円以上ですけども、この日のつく日はお得ですということですね。では、皆さん、今日はね、カツ丼祭りで、モンジロ君がね、カツ丼を買って、飲み物を1本もらったという回でした。